皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゅんです。ゆいです。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。今回は視聴者参加型のトーナメントで、観戦付きのラウンドチケットを用意しました。すごい。ぜひですね、推しの選手に会いに来てみんなで盛り上げていただきたいと思います。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。はい、こんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はですね、じゃん、オークヒルズカントリークラブに来ております。アプローチ練習場でアプローチのレッスンをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ薄い芝、うんうん、まあ冬場なんで、これからどんどんもっと芝薄くなってくると思うから、うん、薄い芝の打ち方、はい、やります。お願いします。薄い時はもうこうボールを上げようと思わずに転がそうで、はい、はい、私は今日上げようとしてガツってなってた。うん、30ヤードぐらいかな。うん、何今のやばいね。にゃー転がせなかったよね。うん、芝薄いと上げるの難しいね。やりました。そしてその動画が生きているかどうか今ちょっとわからない状態です。ドキドキするね。はい、やばい。まずはスタンス、うん、足幅ちょっと広げすぎないように、まあもうちょ合わせちゃうか、ちょっと開くぐらいで、ボール右のつま先の前に置いてください。右なんだ。右のつま先、はい、で手元いつもと同じ左内もも前ぐらいいいグリップの位置持ってる。で、ちょっとだけ体重左にかけます、ね。で、この時にこうなっちゃうとレースが飛びちゃって、うんうん、このまっすぐだとこう、うん、でちょっと左に寄せて、手首を使いすぎないような使いで、はい、そのままこうで、いいここから10ヤード、10ヤード。この時にもう一個気をつけてほしいのが、シャフトがこう寝すぎないようにする。ここ寝すぎちゃうとフェースがこう引っかかっちゃうんで、芝にね、ちょっとこう立てる感じ。はい、でおお、でちょっと後方からも撮っていいですか。うん、あ、なるほどね。ちょっと立てて、うん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 、今私これ58度で打ってるんだけど、これを、まあ、52度とかピッチングとかで打つともっとラン出るし、薄い芝の時は特にもう上げようと思って下にこう、これがすごい跳ねちゃって、まあ、トップしたりとか思い通りのボールが長かったりするから、あんまり無理はせず、うん、なるほどね。確かにあんまり立てるっていうイメージやったことないかも。そうそう、結構ね、みんなアイアンとかと一緒なんじゃないか、こうなる、うん、低く低くやりすぎちゃうんだ。まあ普通のクラブの時だったらスイング自体もいいから、うんうん、逆に立てすぎるとフェースの向きもおかしくなるけど、アプローチで30ヤードぐらいまでだったらそこまで大きく振らない。もう少し立てて感じです。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということで今回はまあね、冬の時期の薄い芝の時のアプローチの打ち方ということで、これからの季節どん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 芝は枯れて薄くなってしまうので、ですね、ちょっとこう無理せず転がして。そうですね。ということで。皆さん参考にしてみてください。ね、チャンネル登録ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、
お待ちしております。よろしくお願いします。